アムロフ実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回はC4 ランというのに、参加してきましたので、それを話したくて、実況動画を撮ろうと思います。はい。なので今回はね、ガンダムオンラインの話は、ゲームのない話は一切しませんので、C4 ランの話しかしないんで、はい。ゲームしながら話すの、苦手なんで、ゲームか話かの、どっちかにこう集中してしまうタイプなので、あしからず、まあ、実況者としてね、どうなんだっていう話なんですけどもね。まあそんな感じで、とりあえず参戦してからね、C4 ランの、ことを語っていこうと思います。何から話していいかわからんくらい、あの濃い3日間 C4 ランでした。うん。でね、昨日帰ってきて今ガンダムオンラインやってるんですけど、正味まだちょっとね疲れてます。なかなかね、ほんと3日間ぶっ通しで3日間ぶっ通しのイベントだったので、やっぱ全部に参加したいし、まあ睡眠時間、おのずとね、そうなるとね、睡眠時間を削るというかね、睡眠時間をが少なくなるというか、でずっと会場に、その会場の空気をね味わいたいっていうのもあってね、了解、出撃します。ご飯とかもね、抜け出して全然食べに行こうと思えばね、余裕で食べに行けたんですけど、やっぱ常に何かしらが起こる、何かしらが起こる C4 ランだったので、目が離せない。ここジオ出た。これ以上好きにさせない。そんな全然話できない。もうシーフォーランの話できない。ちょっとガンダムオンラインに集中するわ。もうで、本当ね、濃い3日間だったので、もう何から話していいか本当に分からんくらいね、濃いイベントでした。もう何から話す、本当もう逆にこれはもうね、生放送でなんかした方がいい気がするわ。生放送とかでした方が、こうやってなんかね、
会場の空気とかさ、ありがとうな、うん、まあ、今回得ても初めての参加だったんで、もう最初はまあどんなんだろうなとか思いながら、こう恐る恐るね参加した、こう ありがとう。倒してくれ。はい。集中しろ。話に集中しろ、俺。まあ、とにかく、あの、とにかく、本当いろんな人がいて、まあ、もちろんね、我々、ガンダムオンライン勢はね、固まってたんで、もう、そこはね、ガトさんとか、シルビさんとか、主体にね、固まって、我々は、なんかそういう面でね、本当、いろいろとやってくれたっていうのがね、本当ありがたいことにね、手法ランを楽しめたって思いますね。手法ランを楽しめた、本当一人で参加するってなるとちょっとね、敷居が高くなっちゃうかもしれない。うん、一人で全く知り合いとかいない状況。とついこう。それやっぱね、その自分からね、その積極的に行ける人は全然いいんですけど、やっぱそうじゃない人、うん、は、まあ、なかなか。まあ、そこはちょっと厳しいかもしれんね。やっぱ何かしらの知り合いと行った方がより楽しめるというか、うん、そういう感じでしたね。まあ、これは良くも悪くもって感じですよね。やっぱりそれはその C4 ランだけに限った話でもなくて、良くも悪くも大体そういう楽しいイベントってそんなっちゃうのが、定石というか。ただ今回はね、ほんと、もう で、まだちょっとクラクラするんだよな。昨日帰ってきて、で、まあ、もう爆睡して、なんか朝方起きちゃって、朝方に起きまして、で、まあ、ツイッターでね、起きた、言うて、起きた、で、シフォーラン楽しかったっていう、ツイートして、で、まあ、その後ね、ちょっとまだ顔がね、まだガンダムにちょっと侵食されてたんで、顔がまだガンダムだったんで、で、まあ、すぐお風呂入ってね、お風呂入って、ガンダム化を解いて、ガンダム化を解きまして、で、まあ、気づいたらまたね寝ちゃってて、でもう起きたらもう3時とかですよ、今もう3時でね、忘れないうちにね、こうやってC4ランの思い出とかをね語って
で、まあ次ね、またね、また12月、もうね、会場で、閉会の儀のね、時に次の C4 ランの日程決まったのをね、告知されたんでね、ビームコーティング、あーもうこれ死んだ、はあ、で次12月にあるみたいなんでね、うん、ぜひぜひね、うん、参加をおすすめします。はい、まあ友達と行くのもねありですし、友達と行くのもありですし、こうやってゲームの関係でね、ゲームの関係で集まって行動するのもありですし、ちょっとこっち誰もいないんだけれども、なんか抜けてるし、一人抜けてるって俺が進んでんねやんか。まあまあまあ、それでいろいろとね、そのプレゼントとか、それはね生放送でホテルでね、結構ホテルか現場か集報欄のその会場で全部お見せしたんで、まああれからちょっとまた増えたんだけど、本当いろんなね、いろんなものをもらえたりね、ゲットするチャンスがあってね、まあ、そこはね楽しかった、なんかじゃんけんとか、うん、T シャツとかね、今度、まあ、T シャツ着てちょっとちゃんと生放送でシフォランのさ話しようや。ゲームしながら話すの苦手なんで僕。ゲームしながらお話しするの。突っ込んじゃった。どうしようかな。どっちだ。あ、けど、あ、ゲージまくったな。あ、じゃあ、シュフォーランで、まあまあ今回まあ行って、まあ、結果的にね、まあエテポンゲはね基本ガンダムとしてね、会場を徘徊し、変な目で見られね、うろちょろ、基本ずっとねうろちょろしてました。けどあれ結構ね、まあ、今回からね、その白タイツを採用して、白タイツを着ながらさらにガンダムメイクをするといったね、ことをやった、まあ、急遽というか、まあ、やろうとは思ってたんですが、うん、で、まあいろいろとね落書きしてもらうっていうのは、あれは本当急遽思いついたんで、コンビニでちょっとマッキー買って、会場に来た人だとか、そのプロゲーマーの人のサインだとかをもらってね、いろいろ書いてもらったんですけど、もっとね、もっと書いてほしかった、もう白いガンダムがプロトタイプガンダムになるぐらいもっといっぱい書いてほしかったんだけど、白タイツ、その首が引っ張られて、ものすごくしんどいわけで、ものすごくしんどくて、で
顔中にあのペイントしてるわけで皮膚呼吸もできなくて、で、くとつ行こうや。それでね、まあ本当ね、もう体力が続くかぎり、体力が続く限りはあのガンダムにねなり、ああやばい、 B体力がね続く限りね、あのやらさせていただきました。はい、修理しましょうか。オッケー、うまい、今のはうまい。お、カウンターや、あ、あ、上、あ、あ、あまり気は進みませんが間に合う、10秒で10、あ、これやばい、10秒じゃきついかも。拠点を占領した、逆にカウンター決めた、もしかして。あー、決められてる。だからね、あの本当はもっと落書きしてほしくて、なんかホワイトボードとか持っていけばよかったかなって思いましたね。ちょっとそこらへん、うん、思いました。なんかホワイトボード持ってさ、なんでや！で、なんかさ、プラモデルとかもみんなね、ガンオン勢みんなでプラモデルいっぱい持ってきてたんでね、まあそこに並んでマネキンのごとく、エテポンゲ山のごとく、リンと立つマネキンパフォーマンスみたいなね、まあそんな感じのとか、もっとね、もっとなんかできたんじゃないかなとは思います、ちょっとエテはなんか楽しみ方間違えてるかもしれないな、 C4 ランド、 C4 ランド、まあまあまあ楽しみ方は人それぞれだろ、100通りあっていいだろ、100通りあって楽しみ方の。逃がしませんよ、逃がしませんよ。ブサ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 、ラッキー。もっとね、もっとなんかだからいろんなそのガンオン勢だけじゃなく、まあガンオン勢はね、あのみんなで固まってたんで、それこそチハとかともね、あのテトラ界の男チハとかもまたね、おったんで、よりね、そのより仲良くなれたような気がします。3日間ね、結構一緒にいたんだよね。
それはもちろん仲良く なったし、で他にはまあそれこそまあポゲンとかもね来てたし、まあ、ガンオン勢はもう一つねガンダムオンラインっていう一つの軸でね、あのそれだけでねあの会話もできるしね、ガンオン勢は、まあ、それ以外のね、C4 ランに来てた人たちとも、もっとね仲良くしたかったなってのはちょっと一つ悔いが残る部分ですね、うん、そういう部分、まあ、そこをね、まあ、ゲーム何かしらガンオンだけでなく何かしらのゲームがあったり、そういうパフォーマンス何かしらのパフォーマンスができてちょっとでもね会話のきっかけってのが作れたらなお良かったんじゃないかなって思います。くえありがとう。よし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 、えおいあ勝った、よっしゃ、やりました、我が軍の勝利です。はい、まあ、とにかくもう簡単にまとめるとめっちゃ楽しかったよっていうシフォラン、うん、本当で次も参加したいって思ってるし、まあ、日程とかね時間、また次確かね12月の頭だったかな、頭の方ちょっと日にちはちょっとあんまり確かなあれ覚えてないからあれなんだけど、頭12月頭あたりだったはず次、うん、本当参加したいね、うん、だから参加ね検討中のね皆さんねいたらねおすすめですよ C4 ラン、うん、はい、まあとにかく楽しかったです。はい、楽しい3日間、非常に思い出に残る3日間、写真とかもねいっぱい撮ったんで、ちょっといろいろポポポポンと動画に、うん、差し込んでおくわ、うん、ちょっとなんかまだクラクラする、なんか貧血かな、ちょっと貧血なのかもしれない貧血なのかもしれん、これなんかちょっとクラクラする、寝すぎたんかな、うん、まあ、もう一回ねちょっともっとちゃんと動画として残しておきたいんでね、また C4 ランの話は放送かなんかちょっと別で撮ることにします。はいね、思い出を残す、まあもう動画はね僕にとってはもう本当日記でもあるんで、はい、日記、思い出日記、うん、一つ一つがね思い出になっていくなんかちょっとかっけえこと言った気がするわ、うん、一つ一つが思い出になり、そのつながり一つを残していく、それが YouTube 動画、そしてそのつながりを大事に、そのステップ、つながりというステップ、そのそれを、はい、はい、とにかくそんな感じでした。ガンダムオンラインでした。はい、バイバイ。